治ってっていうか、まあそのさ慣れてないわけですよ、そもそもね。そもそもパソコンで何かデータを保存してでさこう呼び起こすっていうか、元のセーブしたものをたどってたどって、ああった助かったって、なんかこう普段のね OL でもなければさあんまそういうことって経験しないわけよだからそれを見つけ出さなきゃいけない、見つけ出すやり方もわからないの。うん、だからそのあるってなっても大丈夫ってわからないからどうやったら元のそのセーブデータを探し出せるかっていうのもわからないわけよ。そうだからね、わ雪降ったありがとう。だからまあいい経験になったっちゃいい経験になったそんな今回でした。いやそうそう、マジで涙流してたからね、パニックになって。編集が載ってる時保存するタイミング難しい、わかるわかる。勝手に保存してくれるんですけど、勝手に保存してる時でさ一回保存中で出るじゃん、あれもちょっとイラってする時あるんだよね。はい今さ動かしてんだけどってですらあるぐらい乗ってる時があるのよえそうある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 、ごめんねと思って。だからねちょっと配信する時間がね今日は短くなってしまったんですけど、すいません通知で起こしてないでしょうか。私はさあのこれ飲みたいんだけどさ、これ今飲んだら夜寝れなくなるかな。カフェインあんま入ってたら良くないって言うじゃん。これさ無水カフェイン 50mg って書いてあるんだけど、これ飲んでいいのかな。無水結構入ってんだ、じゃあダメか。でもだって疲れた時にって書いてあるしさ、だって勉強スポーツ仕事家事などのちょっとした疲れにって書いてあるからこれさ寝るって何時間前のカフェインなの。カフェインって何時間、寝る何時間前に摂取したらダメなのかな。数時間って何時間からか。いや今日は早く寝たいな、いつも3時とかに寝てるんですけど2時に寝たい。じゃあやめとくか。腰がバキバキのバキなんだよね今。いやもうこれから YouTube のなんだっけ予約投稿して予約投稿してお風呂入ってみたいな感じよ。みんな私のお知らせ見てくれましたか？ Twitter のお知らせ見てくれましたか？見た？見た見た？すごいでしょ？すごいでしょ？
でかい。なんとこの度カンゴールさんとコラボアイテムをね発売することが決定いたしまして、すごいでしょう。なんだろう、過去に奈緒さん、古畑奈緒さんもちょっと前にコラボしてたから個人的にめっちゃプラスで、プラスアルファで嬉しかった。自分でデザイン考えるの？そうだね、ほとんど自分で、こういうのが良くてって言ってみたいな。なんかいろんなさあ、いろんな方が出してると思うの。カンゴールリワードさんって言うんだけど、そのコラボ系の、ほんでカンゴールのあのこういうカンガルーになんかこう自分らしさのこうプラスアルファのこうデザインをまあコラボさせる感じなのね。他の方とか見てもらえたら分かるんだけど、だから奈緒さんとかは過去にね出した時はこうカンガルーの耳にピアスをついてたのよ。もうめっちゃ可愛いじゃんってなるよね。そう、例えばだけど、あとはなんかなんだろう、もう人によるんだけど、だからそういうオリジナルのなんていうかロゴとかがあったりするので、私は一体どうなることやら、どんなものが発売されるのかどうかっていうね。もうね、どういう展開を出すかっていうのは本当に決まってて私めっちゃ考えたんだよみんな。私ね、もう本当に死ぬほど考えたんだこれいや私もう本当に考えたんだよ、本当にこの声のデカさでわかるでしょ。じゃあお疲れ様だね、違うそんなね、違うのよ、褒めてとかじゃないのよ。じゃあなんか本当に考えたんですアホみたいに考えた、こうじゃないやーじゃないってそうなのなんかあーじゃないこうじゃないってでもなんか色味の展開とかは女性も男性もてかもう誰でもなカラーバリエーションとサイズ展開になっているので、いや私女の子から褒められていいと思ってる、色味に関しては男の子に関してもだからさ、私ってそのアイドル時代に生誕祭グッズっていうの出してたんですね。で、生誕祭グッズの生誕 T シャツって出してたんですね。で、私7年間、まあ7枚だか6枚だか T シャツを出したわけなんですけども、年齢を超えることにね。そしたらさ、6枚だか7枚だか全部真っ黒だったわけなんか私は黒が良かったの。でも中でもいろんな声があったわけ、なんかまた黒って黒嫌なんだけどっていう声があったわけよ、なんでまた黒なのって、なんか明るい色がいいみたいな。女の子とかもさ、やっぱ黒じゃない方がいいなって思ったりするかもしれないじゃん。そういう声を聞かなかったけど、女の子からは思ってたかもしれないじゃん。
群れのうちに姫死んだかもしれないじゃん。いや分からんよ。だけど今回はそんなことがないと。今回はそんなことが本当にないです。だからね、本当にいろんな人に見てもらえるものなんじゃないかなって思ってる。うん、そうそう。いやそう、オッケーってなると思うんだよね。うん、カラーバリエーションとサイズ展開はねいっぱいありました。ねえ、そうなの、そうなの、そうなの。もう今急ピッチでいろいろこうやってる最中なので、一人のコラボでそんなにバリエーションすごくない？あ、でもみんなそうかも。多分みんなそう。うん、だからね、受注生産になるので、なんて言うんですか、受注生産ですよって。いろんなお仕事が来てていい感じだよね。だよね。うん、いやでもね、割とオールシーズンな展開となっておりますので、うん、ほんとみんなスキップして歩いてほしい、来てほしい。スキップして私のコラボグッズを身につけてほしい、マジで。うん、本当にルンルンできるね。ありがとう。うん、そうそう、次のあゆちゃんのイベントで着れる？次あゆちゃんイベント出るっけ？あ、万が一みたいな？来年以降みたいな？そういう話？次決まったら出れるね、あ、着れるねっつって？そうね。確かに確かに。みんなお揃いで着てきてほしいな。私がなんかイベントまた決まったら。ただ私はもう今さ、もう編集が終わって今なら泳げないクロールもできそう。これは平泳ぎだ。平泳ぎできないけど。もう終わりだ。空も飛べるはずだ、君と出会ってからみたいな。またこの歌わかんないの。この胸に溢れてる。戻っちゃう。君と出会ってからいくつもの夢の出なに明かした。ねる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 ね。いや、なんかもう福岡大きすぎて福岡って感じしちゃう。うん、福岡行きたい。福
岡めっちゃ行きたい。福岡とかあとはわっ福岡行きたい。でもないんだろうな、行ける機会はあるかな。呼んで。宮崎熊本いいね、行ってみたい、うん、ハートありがとう。美味しいの食べたい、うん、今日はね、でも結構時間かかっちゃって編集に、なんだっけ、僕でも朝起きたらもう首と肩が痛すぎて、もうねそれで朝起きるくらいしんどくって、結局整体に行ってしまったんよ。行ってしまったっていうか、もう無理だと思って行ってきたんだけどね。私整体に行くとさ絶対に寝るので、なんか初めての整体に行ってみたんだけど空いてなくて、でさ痛すぎた、いつもは寝るんだけど痛すぎてなんかもうね寝れないし寝れないし、痛くて寝れないし、なんかもう痛いって出ないの口から。で、でなんかその深呼吸してたらいいかなみたいな感じで頑張ってずっと押されてる間でさ、なんかこうギュッギュッギュッだったら耐えれるんですね私、わかる？こう押すみたいな感じだったら耐えられるんだけど、今日いたところはもう押す 1,2,3 もう10秒くらいずっと押されてて痛いのそれがもうそれを痛いのなんので、そうそれで私はもう声出ないわけよ、痛いってやってもう気絶するかと思った痛すぎて。で、痛すぎて深呼吸ずっとしたよ。でも深呼吸もじゃなくてなんかもうぐらいしかできないの痛くて押されてるからさ、マックスで深呼吸できないわけよ、ぐらいしかできないのだからもう分かるこの感じ、めっちゃ痛くてでもね、楽にはなったんですけど、楽にはなったんですけどね、それで。ただ首と肩やってもらったんだけど、首と肩が異常事態すぎて、本当は全身の時間だったのに、全身のさ、そのまあやってもらうというかね、腰とかもさ膝とかも含めなんだけど、首と肩が異常事態すぎて首と肩だけで終わったんですよだからさ腰痛いのよ今、そうでもね首と肩はだいぶ楽になりました。そうなの、あ、それなんか1時間とかで、うん、あよちゃんが整体選ぶ基準を教えてほしい。空いてるか空いてないかです。なるほど。マジでこれだけ。
行きつけあるよ、あの紫のお茶が出てくるところ。その手があったか。紫の茶出てくるとこ大好きだから私。うん。そうだな。初めてのとこ怖い？まあでも。ホームページ見て安心した、安心するとこなら行く。めっちゃ高いとこは行かない、高いから。ヘッドスパ行ってみたいな。ヘッドスパあんましたことないんだよな。美容院でちょっとするぐらい、たまに。相場はでも安くて1時間4000円とかだと思います多分。平均5000円とかだと思うな。最近整体行ってるとさ、たまにさ、ふごって言っちゃうの。恥ずかしい話なんだけど、なんかふごって言っちゃうの、寝てて。って言って起きんの。ねえ、あのふわって言って、あ、なんか言ったって思って起きるの。恥ずかしい。多分ね、あんま呼吸しな、呼吸浅いってよく言われるんだけど、それかな。うん、なんかくらいまで、待ってごめんなさい。息吐くの忘れちゃった。あのこれぐらい吸わないんだよ普段。ほんとぐらい。めっちゃなんか深呼吸、いや深くゆっくり呼吸してみてって言われて、なんかトレーナーさんとかに、昔あの NGT の頃とかね。で深くするじゃんで頑張って言ってんのに、え、これ深くやってるって言われたりするの。だからうん、でもお医者さんに深呼吸したら痛みって収まりますよって言われたことがあるから、それをずっと守って、今日はずっと整体でめちゃめちゃ深呼吸してたんだよね。吸う力弱い、吸う力弱そう。うん、腹筋がないからかな。なんか言うよね。え、寒い。うん。今日私今スキップできるな。なんか編集が終わって、なんかもう今本当にハッピー。本当に嬉しい。イエーイ、本当に頑張ったからさ、本当に見てほしいわけ。なんかもう歌でも歌いたい。腰に手を当て、お尻ふりふり、みんなおいでよワンダーラン。 Hey Siri、 あ、間違えた、何だったっけ。アレクサ、電気消して。ウキウキだからね、こういういたずらもできちゃう。リズムに乗ってワンツースリー、ときめき大好き。ハッピーチャムチャム最高、踊ろうよ。
アレクサン、テレビつけて。大滝は虹を歌ってる。大滝とコラボ配信でカラオケ配信できないんですか？え、知ってる。だってみんな電気ってつけたら消すんですよ。だからみんなの代わりに消してあげた。あ、なるほどね。アレクサ、ちょっと待って。でも私エアコンって知ってる、消すと電気代高いらしい。消してつけて、消してつけてって。だからね、アレクサ、エアコン消しては、ちょっとあんまり言えない気がする。だって、やだもん。お前のせいで1ヶ月の電気代はいつもこれくらいなのに、お前がアレクサエアコン消してばっかり言うから電気代がこんなに変わりましたとか言われたら会で、あ、トーク会でアレクサっていうのいいね。うん、いいね、やりたい。教えてくださいね、あらかじめ持ってるかどうかっていうのは。日付変わって9日、本日は、本日と明日はですね、オンライントーク会の発売日となっておりますのでね。うん、楽しみ楽しみ。ポイント購入しました、ありがとう。準備満タンじゃない。じゃあ今日はちょっともう疲れてきちゃったから、お休みの歌を歌って終わろう。お休みの歌じゃなくて、なんだったっけ、催眠の歌、なんだっけ、あ、子守歌だ。催眠の歌ってなんだよ。やだ。どんなのがいいですか。子守歌といえば、みんな、あ、待って、嘘、あれにしよう。みんな知ってる？みんな知ってますか？私のファンの方の中には、クリスマスね、私と過ごさない予定の人がいるんだって。何かに強がってね。で、それで私はバトルをしたことがあるんですけど、ファンの方と。でも私はファンの皆さんとクリスマス過ごしたいなっていう気持ちでいっぱいなんですね。あれから数日経ちましたが、皆さん
クリスマスのために頑張って作ろうとしたお相手は、お相手の進捗はいかがでしょうか。あゆ太郎とあゆ太郎は皆さんと過ごせたら嬉しいなと思います。それでは聞いてください。予約したく